西暦1935年3月、帝国はガリア公国東部国境を越え侵攻を開始。帝国軍ガリア侵攻部隊総司令官のマクシミリアンは、独自の軍事思想から戦車主体の機甲師団を編成し、ギルランダイオ要塞をはじめとするガリア東部の重要拠点を次々と制圧していった。侵攻の対象とされたブルールもわずか2時間で陥落。ウェルキンをはじめとするブルールの住民たちはガリア公国の首都ランドグリーズへと避難した。ガリア公国の首都ランドグリーズ、古くから城塞都市として栄えた町である。ユニコーンにも例えられるランドグリーズ城にはガリア公国元首コーデリア姫が住まう。中立を国是とするガリア公国では国民開閉制度と呼ばれる制度が定められていた。この制度では各教育機関での軍事訓練を単位科目として義務付けており、有事の際には一般市民が義勇軍として招集されるのだ。帝国との争いが激化した今、ウェルキンとアリシアもその例に漏れず義勇軍に配属される運びとなった。今日からここが僕の部屋か。お、これが軍服だな。出頭する前に着替えておかないとな。よし、準備をするか。照明弾に双眼鏡、それにコンパスと地図か。作戦行動に必要なものは一通り揃ってるな。ウェルキン、入ってもいい？ああ、どうぞ。ウェルキンも着替え終わったんだ。うん、よく似合ってる。かっこいいよ。ねえ、私はどうかな？新しい軍服、似合ってる？そうだな。うん、よく似合ってる。すごく着慣れている感じがするな。本当に？無理して言ってない？無理なんかしてないさ。凛々しくてすごくいいと思う。よかった。似合っているかどうか不安だったんだ。特に腰のあたりの装甲とか、甲虫類の外骨格みたいでかっこいいよ。甲虫類って虫？ウェルキン、虫みたいって言われて喜ぶ女の子っていると思う？え？甲虫類だよ。カブトムシだよ。虫の王者だよ。嬉しくないかな。分かったわ。ウェルキンらしい褒め言葉として素直に受け取っておきますか。そういえばそのスカーフずっとかぶっているね。これ？パン屋で働いていた時のスカーフなんだ。そうだったんだ。今は軍隊にいるけど、パン屋で頑張った気持ちを忘れたくなくて、また働ける時までつけていようって決めたんだ。そっか。アリシアがまたパン屋で働き始めたら買いに行くよ。あら、約束よ。焼きたてのパンをたくさん食べさせてあげるね。ああ、約束するよ。よし、準備も終わったし、中隊長のところへ出頭しようか。
入りなさい。失礼します。本日付で義勇軍に配属になりましたウェルキン・ギュンターです。同じく本日付で義勇軍に配属になりましたアリシア・メルキオットです。私はエレノア・バーロットだ。義勇軍中隊の隊長にあたる。ウェルキン・ギュンターを少尉とし、第7小隊の隊長をしてもらう。はっ。アリシア・メルキオットは軍曹とし、少尉好きの下士官として彼の補佐を任せる。はっ。まさかとは思っていたが、やっぱりウェルキンじゃないか。ファルディオ、君も義勇軍に配属されたのか。ああ、本格的に帝国との戦争が始まったからな。士官候補者は次々と配属されている。二人は知り合い？はい。こいつとは同じ大学の同級生なんですよ。こいつは自然科学、俺は考古学専攻です。しかし驚いた。ちょっと前まで学友だったのに、今日からは戦友になるってわけだ。そうだね。よろしく頼むよ。お。あなたたちにはこの後作戦会議に参加してもらう。会議の開始までにはまだ時間があるな。ランドグリーズ市内や軍施設の中には今後あなたたちが世話になる場所も多いはずだ。見回ってくるといいだろう。作戦会議の時間になったら各自作戦本部へと帰還するように。以上、解散。ちゃんと見回っているようね。感心だわ。ここは作戦司令室。あなたが率いる第7小隊の編成を行う場所よ。国民開兵制度に基づき志願動員で集められた義勇軍の兵士を小隊に編入することができるの。そういえば第7小隊は人数が不足していたわね。ちょうどいいわ。編成について教えましょう。これが兵士のリストよ。本人の適性をもとに陛下は最初から決定されているの。それでは5つの陛下について説明するわね。まずは偵察兵。その名の通り偵察を任務とした陛下よ。特徴は移動力。敵の情報を集めて戻ってくるだけの脚力を有しているわ。あと探知能力にも長けていて、草むらに潜伏した敵を遠くからも発見できるの。弱点は攻撃力が低いことね。だから前線へは索敵に向かわせるだけと割り切った方がいいわ。次は突撃兵。最前線に突撃し敵を一掃する兵かよ。特徴は高い攻撃力と防御力。こと戦闘に関しては右に出る者がいないわ。これといった特殊能力はないけれど、目立った弱点も存在しない。最も安定して運用できる兵かだと思うわ。次は対戦車兵ね。戦車に対抗できる重要な兵かよ。特徴は言わずもがな。特殊な条件を除けば対戦車兵だけが戦車にダメージを与えられる。爆発系の攻撃に耐性があるのも特徴ね。戦車榴弾にも強いわけだから、まさに対戦車ね。弱点は足が遅いことと逆に銃弾に弱いこと。さらに弾数制限があることが挙げられるかしらね。次は支援兵。兵隊や戦闘支援を司る兵かよ。特徴は弾薬の補給や治療ができること。戦車の修理もできるわね。土のうの設置や地雷の除去、矢倉の修理などの戦闘支援も行える。まさに支援のエキスパートよ。弱点は攻撃力が低い点。あくまで後方支援要員と見た方がいいわ。最後は狙撃兵ね。遠く離れた場所から目標を狙い撃つ兵かよ。特徴は高い射撃能力と長い射程。かなり距離が離れた敵にも命中させられるの。狙撃兵のライフルにはスコープがついていて、より精密な射撃が可能となるのよ。弱点は移動力と防御力が低いこと。孤立して敵と向き合ったらまず助からないわね。以上が各陛下の簡単な説明よ。
では早速あなたの小隊を編成してみて。最大人数は20人。いつでも入れ替え可能よ。ノーチェ、ワーズワース。よろしく。あたい、フロージア・ヨーク。今日から世話になるね。どう？小隊を編成できたかしら？今後も隊員の入れ替えをしたいときは、ここに来るといいわ。時間が経てば、新たな兵士も動員されてくるから、こまめにリストをチェックするといいわね。そうそう。新たに動員される兵士もちゃんと陛下訓練を受けているから安心して。これまであなたと共に戦ってきた隊員たちと陛下のレベルという点では遜色ないわ。だから隊員を入れ替えたからといって大きく戦力が低下するようなことはないはずよ。あなたは自分の目を信じて、これと見込んだ人間を隊員として迎え入れてちょうだい。私からの説明は以上よ。あとは自分なりに考えてやってみなさい。隊長ってのも大変なものだな。そういえばファルディオは第一小隊の隊長だって言ってたな。あいつも今頃部隊編成とかやってるのかな。よし、僕も僕なりに頑張ってみるか。よく来たな、ウジ虫ども。俺が今日から貴様らを鍛える教官だ。まあ鍛えると言っても大したことはできない。所詮実戦に勝る訓練などないからな。ここでは貴様らが実戦で積んだ経験を俺に示してもらう。俺はそれをもとに貴様らの能力を伸ばしてやる。つまりここはレベルアップができる場所だ。ただし軍隊において個人なんてものはない。あるのは部隊であり陛下という区分だけだ。故にレベルは陛下ごとに設定されている。偵察兵レベル2、突撃兵レベル3などとな。そして偵察兵の陛下レベルが1上がれば、偵察兵の兵士は皆一律レベルが1上がる。いいか、ウジ虫ども、レベルアップは陛下ごと、よく覚えておけ。では実際に陛下のレベルアップのやり方を教えてやる。と言っても簡単だ。戦いで得た経験値を鍛えたい陛下に割り振っていけばいい。割り振った陛下の経験値が一定の数値に達したら、その陛下がレベルアップするというわけだ。どの陛下に割り振るか選ぶのは隊長の貴様だ。では実際にやってみろ。鍛えたいだけ鍛えるがいい。食いしばれ、耐えろ耐えろ耐えろ。よくやった。これで貴様らもレベルアップだ。どうやら対戦車兵どもに新しいポテンシャルが目覚めたようだな。どうやら狙撃兵どもに新しいポテンシャルが目覚めたようだな。食いしばれ、耐えろ耐えろ耐えろ。よくやった。これで貴様らもレベルアップだ。よし、新しいオーダーの発令を許可する。
戦場で活用するといい。どうだ、これが陛下別の訓練ってものだ。戦いで経験値を獲得したらここに来るがいい。そうだ、付け加えておくことがある。陛下がレベルアップした時にポテンシャルが目覚めることがあるのだ。ポテンシャルとはそいつが持っている潜在能力だと考えていいだろう。それは戦場で発揮できる一種の能力だ。大事にするがいい。同様に陛下のレベルが上がるとオーダーを習得できることもある。そうだな、せっかくだ、貴様にこのオーダーを教えてやろう。つまりこれは隊長である貴様だけが使える特殊な命令だ。これも大事にするがいい。要するにだ、陛下のレベルを上げることで隊員たちはどんどん強くなっていく。さらにポテンシャルとオーダーを得ることも可能というわけだ。分かったか、訓練というものはいかに大事か。次からも陛下ごとにビシビシ鍛えてやるから覚悟しておけよ、ウジ虫ども。いらっしゃい、どんなご様子か。その大将、もしかしてギュンター少尉っすか。やっぱり聞いたっすよ、ブルールからの撤退戦の話。あの惨劇の中で守った小さな命、くー燃えるっす。ギュンター少尉、あんたはすごい人っす。ぜひ兄貴と呼ばせてほしいっす。どうしたのリオン、なんだか盛り上がっているようだけど。おー、クライス、見ろよ、ギュンター少尉だぜ、俺の兄貴。すみません、ギュンター少尉。彼はこういう口調ですが、悪気はないんです。申し遅れました。僕はクライス・チェルニー。ここで整備士の見習いをしています。なあ、オイラはリオン・シュミットっす。リオンでいいっすよ、ヴェルキの兄貴。ところで、ギュンター少尉。この研究開発所にご用ですか？ここでは、兵器開発を行うことで武器を強化していくことができるんですよ。ライフルやマシンガンだけでなく戦車も強化していくことができるっすよ。ただそれ相応の資金が必要っすけど。ライフルなどの銃器類は開発に成功すると自動的に量産されます。ですので隊員の人数分用意しなくても数はいくらでも供給できますよ。戦車の開発は戦車の車両自体を改造して強化することもできるし、オプションパーツというものを開発して戦車に装備することも可能っす。そうそう、車両整備を行うことでオプションパーツの装備付け替えが可能です。戦いの状況などに合わせて自由に付け替えをしてみてください。でしょうか。僕たちは日夜研究を続けています。今日できないことも明日には可能かもしれません。だから日を置いてまたいらしてください。その時までご期待に添えるよう努力します。兄貴、また来てくださいね。そんでどんどん発注してほしいっす。
兄さん、ここにいましたか。探しましたよ。やあ、イサラ。イサラも義勇軍に配属されたんだね。戦車操縦手兼車両整備士として登録されました。兄さんが指揮をする戦車エーデルワイス号の運転と整備をします。私たちみんな同じ正体になったんだね。よろしくお願いします。ところでイサラは何をやっていたんだい。戦車の整備スペースがこの奥にあるのでラグナイト燃料を運んでいたところです。このラグナイトは戦車の動力や榴弾砲の砲弾などに使うためのものです。僕たちに身近なのは街灯や室内ランプの動力、あと怪我をした時の治療薬とかかな。ラグナイトは私たちの生活に関わるいろんなものに使われているからね。それだけにラグナイト資源が争いの種になっているのも事実ですね。ああ、帝国がガリアを侵略に来たのもこの国の豊富なラグナイト資源が目的らしい。あ、そういえば兄さんに渡したいものがあって持ってきました。これは父さんが使っていた信号銃です。納屋にしまってあったのを持ってきました。父さんの信号銃か。整備はしておきました。旧型ですが問題なく使用できるはずです。僕も父さんと同じ戦車兵になったんだな。イサラ、ありがとう。私はいつ出撃の声がかかってもいいようにエーデルワイス号の点検をしておきます。じゃあ私たちは行くね。後で会いましょう。早速だが諸君らに今回の作戦の概要を伝える。先刻首都近郊の重要拠点であるバーゼル峡が帝国軍の部隊に占拠されたとの報告が入った。バーゼル峡。首都近郊にあるバーゼル市内の運河に架かる巨大な跳ね橋だ。バーゼル峡はランドグリーゼへの街道が通る重要な地点。この橋の奪還が我が中隊の任務である。ここまで驚異的な速さで進攻してきた帝国軍だけに、未だ防衛部隊の兵力は十分ではない。我が第三中隊は敵防衛部隊の増援が到着する前にバーゼル峡を奪還する。義勇軍ごときでも作戦会議をするのか。バーロットよ、いつまで部屋に閉じこもっているつもりだ。申し訳ありません。すぐに出発します。まあ所詮は寄せ集めの民兵どもだ。大して戦果は期待できぬがな。橋を防衛していた正規軍があっさり敗れたことも私には戦果として期待外れでしたわ。いずれにせよバーゼル峡は重要な戦略地点、速やかに奪還いたします。せいぜい頑張ることだな。今の人はダモン将軍だ。中部方面軍の総司令官さ。中部方面軍、僕たち義勇軍もそこに編成されていたね。ダモン将軍は貴族出身で階級意識の強い人らしく、
民兵の集まる義勇軍を目の敵にしているって話だ。そうだったのか。戦争が始まってみんなが一丸となって戦わなければならない時期に、正規軍とか義勇軍だとかそんなこと言ってる場合じゃないのにな。さて、これより作戦を伝える。バーゼル橋奪還の足がかりを得るために、まず橋西岸の市街地を制圧する。ギュンター少尉、西岸河川敷の敵拠点制圧を第7小隊に任せる。これが初の作戦となるが、心してかかるように。はっ。残る小隊は警戒を厳にし、バーゼル橋奪還作戦まで準備を怠るな。諸君らの活躍に期待しています。以上。これより作戦を説明する。作戦を開始する。諸君らの活躍に期待しています。二手に分かれてそれぞれ攻撃と防御に当たるぞ。第7小隊出撃する。よし、第7小隊の初陣だ。河川敷側と町側二手に分かれて敵本拠点を狙う。こちらの河川敷側部隊は戦車を軸に攻勢をかける。あたいは突撃兵、攻めるのなら任しときな。そちらの町側部隊は味方の本拠点を守ってくれ。敵の戦車が来るかもしれない。こっちとら対戦車兵よ、いちいち戦車にビビってられっか。その息なら大丈夫そうだね。では作戦開始。いいか、これから説明することをよく聞くように。
よっしゃ。一人ずつ確実にやる。敵発見。作戦終了。敵拠点を抑えたぞ。はい。もしかしてあなたたちが第七招待？そうですけど。ビンゴ。ということはそこのあなた。え？隊長のウェルキン・ギュンター少尉？え、そうですけど。よいしょっと。ちょっと。はじめまして。早速質問させてもらうわね。ギュンター将軍のご子息なのよね。結構若そうに見えるけど、年はいくつ？隊長になって一番苦労したことは？逆に嬉しかったことは？好きな食べ物は？休みの日は何してるの？すみません、この辺りは戦闘地域です。危険ですので、民間人の方は退避してください。退避なんかできないわ。危険な場所にこそスクープがあるのよ。ええ、 GBS の突撃記者といえばこの私、ラジオ放送局 GBS の記者エルトです。ラジオ局の記者？第7小隊に帯同して十分取材することになりました。これからよろしくお願いします。で、さっきの質問の続きをいいかしら？はあ、取材なんか受けて何様のつもりだよ。英雄の息子だかなんだか知らないけどさ、所詮は大学通いの坊やだろ。まったくだ。たった一度勝ったくらいでいい気になられちゃ困っちまうぜ。まあいい、あいつにはこれからたっぷり教えてやらねえとな。戦場は経験の数がものを言うってことよ。
第三義勇軍中隊第七小隊ね。ウェルキン・ギュンター少尉にアリシア・メルキオット軍曹。あの隊長、ああ見えて英雄ギュンター将軍の息子なのよね。そしてメルキオット軍曹は隊長と同じブルールの町出身。これはなんだか面白そうな関係ね。ギュンター少尉との関係を聞き出さなきゃ。それからラルゴ・ポッテル軍曹にブリジット・シュターク伍長。そういえばシュターク伍長はニックネームで呼ばれてたっけ。通称ロージーと。この二人は隊長に不信感を抱いてる感じね。そこのところ突っ込んでみなきゃ。それと戦車操縦士のイサラ・ギュンター伍長。ああ隊長さんの妹なのね。彼女はダルクス人だったようだけど、二人は義理の兄弟なのかしら。なかなか個性的なメンバーが揃っていること。この正体は他の義勇軍とは何かが違う。私の分野の勘がそう言ってるのよね。よっよしスクープのためには行動あるのみ。いざ取材スタート。お、あそこにいるのはポッテル軍曹にシュターク伍長ね。はい、お二人さん、ちょっと取材させてもらっていいかしら。取材だ？俺たちの話なんか聞いてどうするんだよ。いいじゃないか、ラルゴ、あたいを取材するなんていい心がけだよ。じゃあまずはポッテル軍曹から。あなた一次大戦から従軍しているんですって。ああそうだ、あんな大学でのひよっこ隊長とは年季が違うぜ。どうして軍隊に残ったの？みんな軍隊は嫌がるものなのに。いいだろう、別に残ったって。エレノアだって一次大戦から残ってるんだし。エレノア？エレノアって誰だったっけ？エレノア・バーロット、義勇軍中隊の中隊長ね。あなた中隊長とは長い付き合いみたいね。そこのところ詳しく聞かせてもらおうかしら。うるせえ、何も話すことなんかねえよ。俺は忙しいんだ、もう行くぜ。おいラルゴ、ちょっと待てよ。いいからいいから、今度はロージー、あなたに話を聞くわ。ロージー、バラの花ってことかしら。いい名前ね。あたい昔は酒場で歌手をやっててさ、その時の名前がロージーってんだよ。あたいのバラード聴きたさに隣町からもお客がやってくるぐらいだったんだぜ。なるほど、そんなバラのように美しくてバラードを歌いこなす繊細なあなたが、どうしてギュンター隊長たちに対してはあそこまで露骨に険悪な感情をむき出しにするの？あたいはダルクス人となんか一緒に戦えねえんだよ。ということは何かダルクス人との因縁でもあったとか、どう？さあね、ダルクス人のことなんか口に出したくもないよ。なんだか胸クソ悪くなっちまった。あたいは行くぜ。ふふ、あの手のタイプは感情的にさせればかえって本音をポロポロこぼし始めるのよね。バーロット中隊長と親密な古参兵とダルクス嫌いの歌手か。
なかなか目が離せない2人ね。わっ、ああ、エレットさん、こんにちは。あ、全く驚かないのね。逆に私がちょっとびっくりしたわよ。空をずっと見てたみたいだけど、何かあるの？空を飛びたいんです。いえ、正確に言えば兄を飛ばせてあげたいんです。空を飛ぶの？どういう意味？あなたってもしかして見かけによらず意外とロマンチストなのかしら。私は自分は合理的な人間だと思っています。合理的すぎるかもしれませんが。ところで、あなたはお兄さんとは血のつながらない兄弟なのよね。ねえ、お兄さんってどういう人なの？教えてくれない？兄さんは客観的に言ってちょっと変わった人です。まあ、あなたも少し変わったところがあるみたいだけどね。けれどもとても優しい人です。ダルクス人の私がいじめられた時はいつも私をかばって守ってくれました。あなたにとっては大好きなお兄さんってわけなのね。大好きというか尊敬しているんです。なるほど、いいお兄さんがいて幸せね。はい、だから兄さんを飛ばせてあげたいんです。そこがやっぱりよくわからないんだけど。まあいいわ、どうもありがとう。よし、次はいよいよギュンター隊長の番ね。はい、エレットです。今日も取材に来ました。やあエレットさん、取材ご苦労様。取材ならこの前したばっかりじゃないですか。アリシアさん、今日はあなたも取材させてもらおうと思ってるの。本当ですか？私が記事になっちゃうの？まあ記事になるとは限らないけどね。それじゃあ早速質問だけど、ギュンター隊長とはブルールからずっと一緒なんだよね。隊長ってどんな人？なんだ、質問って私のことじゃないんだ。私はウェルキンとはまだ会ってそんなに経ってないんだけど、とっても面白い人かな。一緒にいて飽きないっていうか。なるほどなるほど、上官ではなく一人の男性として見たらどう？そんな目で見たことないし、わかりません。そう、ギュンター隊長、そこのところどうかしら。あれ、ギュンター隊長どこ？ああ、ごめんごめん、ちょっと変わった虫がいたもんだから。ほらね、とっても面白くて飽きないでしょ。ではギュンター隊長、今度はあなたに質問させてもらうわね。ズバリ、一次大戦の英雄の息子として今回の戦争をどう思っているのかしら。そうだね、とにかく早く終わってほしいと思ってる。僕は人から見たら英雄の息子かもしれないけど、考えていることはみんなと同じだよ。だとしたらあなたはなぜ
何のために戦っているの？この世界はいろんなものを受け継ぐことで成り立っていると僕は思う。自分の命はもちろん、自分の家やふるさと、足し算のやり方だって誰かから受け継いだものだ。いいものばかりじゃない、悪いものだってある。昔からのダルクス人への迫害もその一つだね。時代に合わせながら、生き物はみんないろんなものを未来に受け継ごうと生きている。僕も僕の大事なものを受け継いでいきたい。そのために僕は戦っている。ありがとう。取材はこれでおしまいよ。じゃ、僕はこれで。さっき見かけた虫がどうも気になってさ。あなたの言う通りね。面白くて見ていて飽きない人だわ。一通り取材が終わったら次の舞台へと行くつもりだったけど、もうしばらく取材を続けさせてもらうわ。よろしくね、アリシアさん。ええ、こちらこそ。でも危険だから戦闘地域にはあまり入らないようにね。それは約束できないわ。スクープのためには行動あるのみ。それが私のスタイルだからね。はーい、ウェルキン隊長、今日は非番なの？そうだ、ちょっと見てほしいものがあるの。いいから寄っていきなさいよ。じゃじゃーん、私が記者と発行者を兼ねたエレットの壁新聞よ。え？私はラジオ局の記者で新聞記者じゃないだろうって？もちろん既存の新聞社はあるわよ。でも政府の検閲で都合の悪いことはカットされるの。ううん、カットならまだいいわ。ひどい時は事実をねじ曲げられ、プロパガンダに使われるの。もううんざり。私が伝えたいのは事実。いいことも悪いこともひっくるめた事実なのよ。そこでこれ、壁新聞なの。政府の手が届かないこんな場所だからこそできることもあるのよ。検閲の入る新聞社では伝えられない事実を私はここに書き連ねていくわ。もちろんあなたたちの活躍も載ってるわよ。一度読んでみてちょうだい。だって私、将来本を出版したいのよ。世の中に事実を伝える、そんな本を。でも私はまだただの一記者でしかないでしょ。そうなるとやっぱり自費出版ってことになるのよ。そこで物は相談なんだけど、そのための資金を援助してもらえないかしら。あ、もちろんただでとは言わないわ。私の出す本にあなたたちのことを書いてあげる。今はまだどんな内容の本にするか決めてないけど、必ずあなたたちのことを取り上げるから。ネタだってほら結構溜まってるのよ。だからね、未来の大作家様への先行投資だと思ってお願いよ。新聞は定期的に発行する予定だからちょくちょく見に来てちょうだい。特にあなたたちが戦場で活躍した時なんか絶好の発行タイミングよ。じゃあね、ウェルキン隊長、私にいい記事を書かせてちょうだいね。墓参りかね。いや、こんな場所で愚問だったかな。
いえ、違うんです。墓参りではないんですよ。ほう。それではなんでまたこんな場所に？身が引き締まるんです。先の大戦で散っていった人たちを前にすると。それに、これだけの死を目の当たりにすると、改めて人間も自然の一部だと感じますね。君は面白いことを言うな。ところでその格好、君も軍人なのかね？はい、ウェルキン・ギュンターと言います。義勇軍で小隊長を務めています。ギュンター、そうか、そうか。いや、小隊長とはご立派だ。そんな、立派だなんて、まだまだ未熟者です。それに、僕の命令が間違った場合、隊員たちがここに眠ることになるかと思うと。君は、なかなか部下思いの隊長のようだね。よかろう。君に特別なオーダーを教えてあげよう。オーダーですか？あなたは一体？単なる先の大戦の生き残りさ。ただね、私のオーダーはある程度の経験が必要だ。経験のない者には教えることすらできない。そこは見定めさせてもらおう。ではそうだな、今日は強制退避を教えてあげよう。このオーダーは傷ついた兵士に後方待機するよう命令するものだ。さあどうするかね。そうか、君にはまだ早かったかな。ではまた会おう。私は大概ここに来ているから。第七小隊の働きにより西岸の敵拠点を制圧、陣地を構え攻勢の足がかりを得ることができた。これより正規軍バーゼル防衛大隊と共同で春の嵐作戦が開始される。我が義勇軍は本作戦の先陣を切る形でバーゼル峡を渡り、東岸敵本陣を制圧にかかる。隊員、バーゼル峡を渡るには敵橋頭砲を突破しなければなりません。正規軍からの援軍や物資供給などの支援はあるのでしょうか？正規軍は我らが橋頭砲を攻略した段階で攻勢を開始するとのことだ。そんな、俺たちを捨て駒みたいに扱いやがって。諸君らの気持ちはわかる。私も兵士時代には同じことを感じていたわ。だけど時に無茶や無理を承知で作戦に臨むのが軍隊というものなのよ。わかりました。しかしファルディオの意見も一理ある。我々だけであの橋頭砲を突破するにはどうしたものか。バーロット隊、橋付近の偵察に行ってよろしいでしょうか？橋の偵察？ああ、構わないが。ウェルキン！メルキオット軍曹、どうした？あ、作戦会議中にすみません。もう終わったから大丈夫よ。それより何か用事があったのでは？はい。ウェルキ、ああ、ギュンター隊長、隊員同士が口論を起こしているんです。口論？
隊長に止めていただきたく、ご同行をお願いしたいのですが。え、僕が？させておけばいいんじゃない？させておけばいいって何を無責任なこと言ってるんですか？無責任というか、思っていることを言うのって結構重要なんじゃないかな。お互いの意見をぶつけ合うことで結束力が強まることだってあると思うよ。それはそうかもしれませんが、しかし隊員同士が衝突しているのを黙認するわけにはいきません。さあ、ご同行お願いします。ちょっと。あいつの隊も大変ですね。そうやって隊は成長していくものよ。やめないか。一体何があったんだ。言わなくてもわかるだろ、このガキだよ。なんでこの舞台にダルクス人が紛れ込んでるんだ。こんな不吉で油くせえやつと一緒に戦えるか。こいつらは大昔からろくなことをしない疫病神なんだよ。確かに私はダルクス人ですが、あなたと何ら変わりのない人間です。それにダルクスの最悪は歴史的根拠のない風説に過ぎません。なんだと？あたいが言いがかりをつけてるってのか？よせ。隊長戦よ。俺たちはダルクス人と一緒じゃ戦えねえんだよ。それに実戦経験もない坊主の言うことなんざ誰も聞きやしねえよ。そんなに僕の士気が不安なら賭けをしよう。僕は48時間以内にバーゼル卿を奪還してみせる。もしも僕の作戦が失敗したら隊長を辞任しよう。その代わり作戦が成功したら、ヒゴは僕の指示をきちんと聞いてくれるから。お前今のセリフ二言はねえな。もちろん。ちょっとウェルキン。ウェルキン。ん？どうかした？もうどうかしたじゃないでしょ。無茶な約束するんだから。兄さん、私が言い争いをしたばかりにすみませんでした。イサラが謝る必要はない。誰もが不安なんだよ。それにこの困難極まりない作戦だ。誰かに当たりたくなる気持ちもわかる。うん。僕はね、この作戦を成功させて正体の気持ちを一つにしたいんだ。気持ちを一つに。でも48時間以内に橋を奪還するなんて一体どうするつもりなの？それなんだけど。お？え、何？やっぱりこの川にもあったか。イサラ、アリシア、君たちに頼みがある。いうわけさ。え？そんなこと本当にできるの？イサラ、明朝までに準備は間に合うかい？はい、すぐに取り掛かります。わかった。ウェルキンを信じる。ありがとう。それじゃあ、二人とも頼んだよ。
で、作戦とやらを聞かせてもらおうか。やっぱりできませんとか抜かすんじゃねえぞ。これから我々はバーゼル教東岸の敵防衛拠点に攻勢をかけ、これを制圧する。おい、あんた、あたいたちに死ねって言ってんのか。この人数で教頭補が突破できるわけないだろ。僕はこの正体で教頭補を突破するとは言ってない。僕たちが突破するのはこの川だ。これより朝霧に紛れてバーゼル川を溶かし、東岸の敵防衛拠点に奇襲をかける。おい坊主、お前は戦争をなめてんのか。歩兵は泳いででも川を渡れるかもしれねえが、戦車が投げりゃ敵の陣地は蹴散らせねえぜ。もちろん考えてやる、イサラ。エーデルワイス号が潜水走行可能なように耐水処置を施しました。数分間だけしか持ちませんが、溶かするには十分です。だけどよ、この川は船も通るんだぜ。とてもじゃないが戦車の潜れる深さじゃねえ。大丈夫。ほら、あそこを見てくれ。なんだ、草か。ヤドリヤシだ。河川の下流域から汽水域上部に分布する植物だよ。川の植生を観察してたら分かったんだ。ここは他の場所に比べて水深が極端に浅い。この場所からなら戦車で水中走行ができるはずだ。まずエーデルワイス号は水中走行で対岸に上陸、渡河地点の将兵を蹴散らします。その後ギュンター隊長の信号弾を合図とし、歩兵部隊は渡河ボートにて対岸に上陸します。よし、これより作戦を開始する。みんな頑張ろう。ん、何の音だ。おい、なんだあれは。エーデルワイス号、渡河成功。作戦開始。これよりバーゼル防衛大隊と共同で行われる春の嵐作戦を説明する。春の嵐作戦を開始する。諸君らの活躍に期待しています。以上。可及的速やかに敵橋頭砲を叩くぞ。第七小隊出撃する。よし、小隊全員渡河を完了したな。まったく無茶な作戦を考えたもんだ。バーゼル教西岸の第一小隊、ハルディオ・ランツァート小隊長より通信です。バーゼル教西岸より敵一個中隊が移動開始。
橋を渡り東岸に向かう模様とのことです。渋滞か。合流されると厄介ね。時間の余裕はなさそうだ。みんな急いで敵の拠点を制圧するぞ。いいか、これから説明することをよく聞くように。しました。僕たちが拠点を占拠したから応答する人がいないのか。まずいな。このまま返事がないと怪しまれて増援が出てくるかもしれない。こちら第一拠点、中世は故障の御社のようだ。特に異常はない。心配するな。了解。では交代の時間までこちらは引き続き休息を取る。以上。なんとかごまかしてみました。やるじゃないかイサラ。迅速な敵拠点の占拠とイサラの名演技のおかげで敵の増援を阻止することができたようだ。バーゼル教東岸の敵拠点を占拠したぞ。兄さん、バーゼル教の制御室を確保しました。よし、イサラ、バーゼル教を開くんだ。西岸の敵部隊に橋を渡らせるな。はい、わかりました。ラグナイト電源起動。バーゼル教、上階します。Oh!
ギュンター少尉の作戦が功を奏したようね。初めての作戦でよくやったわ。ありがとうございます。なんてやつだ。本当に戦車で川を渡っちまうなんてよ。ここまでうまくいくとはね。正直驚いたよ。あなたたち、約束通りウェルキーを隊長として認めなさいよね。しょうがねえな。隊長のことは認めてやってもいいけどさ、あたいたちはダルクス人まで認める気はないよ。ちょっと、もう。アリシアさん、いいんです、慣れていますから。でもいつかダルクス人とみんなが分かり合える日が来ることを信じています。はーい、お取り込み中すみません。 GBS 記者のエレットです。ギュンター隊長、初めての作戦で目の覚めるような戦果でしたね。はい、今回は隊員たちの働きによってバーゼル峡を奪還することができました。この戦いを通じてギュンター隊長なりに何か感じたことはありませんか？感じたこと、そうですね、橋というのは道と道をつなぐ人々の生活になくてはならないものです。僕も第七小隊の中でみんなの心と心をつなぐ橋のような存在になりたいと。私にはこんなことしかできないけど、いつか町の人が戻ってきたときに、この雪草の花が少しでも元気を分けてあげられますように。おーい、アリシア、そろそろ出発するよ。はい、今行きます。元気に咲いてね。